よし、じゃあ年末恒例お父さんとの話し合いするか。じゃあ今日はおちびちゃんと話し合おうよ。おいで。おちびちゃんおいで。俺もコーヒー用意してるから。ほら、コーヒー用意してる。おちびちゃん。あるよ。チップスあるんだよ。ほら、ほら、こっちこっち。チップスおいしい？まだまだあげるよ。おちびちゃんはさ、怪我したけど足大丈夫？そう、大丈夫。うん。お父さんのこと好き？そう、好き。大好き。そうですか。はい。おいしいよね、チップス。話しません。おちびちゃんも話しませんけど、チップスも話しません。どうだった2021年おちびちゃん、話し合いになんないじゃん、それじゃね、チップスばっかりじゃ話し合いになりません。わかるでしょ。っていうか話、ちょっとあなたは何ですか。おちびちゃん、ハスクが邪魔するよ。じゃあハスクと、いたたたたたた、それ指だよ。指とチップス違う、いたたたたた、それ指だよ。はい、ほら見てごらん、みんなおちびちゃんの顔見たいんだからね、平和でしょ。おちびちゃん平和だね。ほら、かわいいんだよ。痛いんだ。いたたたたた。ヤギはね、上顎に歯がないからね、実はそんな痛くない。はい。あげるよ。ほら、みんなに食べるとこ見た、見てもらいな。美味しいでしょ。ね。どうだった？じゃあ今度下向きで食べるとこ見てもらう？ほら、下向きで。かわいいね、お前は。じゃあさ、みんなにさ、あの変なやつ見せてあげようよ。変なやつ、あいつ、ほら、こうやって見ると、見てて、このおちびちゃん、ほら、ハスクがこのところに。よし、もうズームしちゃうから。じゃあハスクも話し合う。ちょっとお前さ、白いからさ、飛んじゃうんだよね、前から思ってんだけど。はい、じゃあハスクさん、2021年はどうでしたか？ね、楽しかったですか？そっか、楽しかったか。いや、聞くけどさ、2022年はさ、どういう年にしたいですか？はっきり言ってさ、ヤギには関係ないよね。ね、一晩開けるだけだもんね。これはね、人間が弱い生き物だから、お前たちみたいに強くない、ちょっと聞いてんの？ペロッペロじゃねえだろ。人間はお前たちみたいに強くないから、全然聞いてないじゃん、だって。話聞いてないじゃん。俺たちはお前たちみたいに強くないから、節目がないと気持ちを改めることができないの。だから、お正月とかね、大晦日とかを大事に考えるようになったんですよ。ね、ほら、おちびちゃんおいで。ほら。圧倒的に可愛い。ほら。ほら、可愛いね、お前。どうする？よし、じゃあみんなにもっと見てもらおうよ。ほら。ね、足怪我したんだよね。足怪我して寂しい思いをしています。はい、こっち、チップス食べてね。いるの？ハスク食べたいの？じゃあ頑張んなよ。頑張って。じゃあみんなにハスクの頑張り見せてあげようよ。よし、ハスクの頑張り見てもらおう。はい、ハスク頑張れ。むせちゃってんの？頑張るんだよ。はい、上、よしよし、惜しかったなぁ、惜しかった。もう一回チャンス欲しい？よし、惜しかったなぁ。じゃあ、おちびちゃん食べる？ハスクが舐めたの嫌？気持ちはわかる。ちょっと服を噛むのおかしいで、それ嫌がらせじゃん、それじゃ。痛いよ、服がもったいないよ。俺高いんだから。お前と違って高い服着てんの。お前毛皮だろ？やけど毛皮なんてな、売ったって大して高く売れねえんだよ。はい。ね。うん。じゃあ、チュッチュッチュする？はい。嬉しいね。嬉しいでしょ？ね。めちゃブリックに嬉しいね。なに？なんでそうやって嫌がらせすんの？ちょっと待って、みんなに見てもらって、嫌がらせする姿。な。じゃあ、今年はどんなことがありましたか？
じゃあおちびちゃんから聞いてみましょう。おちびちゃんは今年生まれましたね。お父さんのおかげで生まれました。角もね大きくなったよね。ちっちゃい角が大きくなって、でこの間怪我したんだよね。足びっこ引いてるでしょ。一方お前は何なの。一方お前は今年もなんか調子に乗ってみんなに嫌がらせばっかりしたんじゃないですか。そうだよね。ちょそうでしょ。はい、じゃあチップスは交代交代。はい、ちょっと、はい、じゃあおちびはこれで、ほら映ってるかな。映ってる。はいはい。嬉しいね。こういう食べ方です。あれ、何落としちゃってるの。ちょっとあなた、はい、はい、じゃあチップスのことは忘れて話し合いに戻りましょう。あ、寒い？大丈夫？震えてる。ねえ、コロナウイルスのことはヤギには全く関係ありません。そうだね。分かったよ。はい。じゃあ他のなんか事件、この間事件あったでしょ。あの病院でさ、クリニックでガソリンに火をつけちゃうやつな。あれも痛ましいよな。ね、あれから逃げるにはもうあのガソリンを飛び越えて向こうに出るしかないんで、あの建物はさ、あの非常口がさ、なんかないよね。要するに階段が非常口、エレベーターが非常口ではありませんみたいな感じ。それ知ってた？ハスク。だから建物に入るときね、約束して、ハスク、建物に入るときには非常口を必ず確認する。どんな建物もね。俺はねそうしてるよ。ビルとかに入ると、まああんま入んないけど、ビルとかに入るとちゃんと非常口を確認してます。お前はどうですかね。だって森の中でさ、一人で歩いてるときに火が出たらお前どうすんの。焼けちゃってヤギの焼肉になっちゃうよ。あれ、話聞いてる。何都合の悪いことは聞かないでそっぽ向いてんのね。あとはどんな事件がありましたか。うん、レコード大賞。うん、あれはあの番組面白い？見てんの？あなた見てないでしょ？ね、寒いよね。だからさ、あのテレビ番組もさ、あんまり面白いのないからさ、だからお前たちもテレビ見ないもんな。でもさ、聞いてるハスク、あれは？アマゾン見てるでしょ？いや、俺がね。アマゾンとさ、ネットフリックス、どっちが好き？俺はネットフリックス予約したいんだけどさ、お金がないからさ、ネットフリックス見れないんだよ。おちびちゃんはどう？どうして向いてんの？ほら、すげえ、かわいい。見て。これ画面で確認してんの。おちびちゃん、ネットフリックス見たい？それ、ほら、だっておかしいじゃん、だって。お前の話しかけたらさ、そっぽ向いてるくせにさ、おちびちゃん、おちびちゃんかわいいね、おちびちゃんかわいいねって言ってると、なんでそれとアタックしてくるの。おちびちゃんかわいいね。うん、どれどれ。お父さんのおかげで今年私は命をいただきました。そうだね、その通り。よかったでしょ、お父さんちの子になってね。子供たちも可愛がってくれるでしょねえ。俺たち意気投合、ちょっともう一回やってねえ。あれれ、あれ、ハスク、チップスいらないの。じゃあちーちゃん呼ぶ。ちーちゃん、ちーちゃん、こがれちゃんは。じゃあともかくさ、コロナウイルス今オミクロン株とか出てますよね。でも俺が知ってるのはね、ミクロマン知ってる？ミクロマン、昔あったね、手足がマグネットでついてすげえかっこいいちっちゃなおもちゃがあったんだよ、ミクロマン。
要するに小人だな。なんで俺たちあんなミクロマンみたいな小人をさに夢中になってたんだろうね、うん、あと金消しに夢中になってた人いるでしょ。俺金消しはちょっとずれてるの。俺の時代はスーパーカー消しゴムね、攻め団員を裏に塗ってな、ボールペンのパチンで走らせてレースするやつな。そういう意味では俺なんかカウンタック持ってたし、フェラーリだと思ってたよ。誰泣いてんの？ちーちゃん？おいで、おいんだよ、ちーちゃん。ちーちゃん呼んでるよ。よし、じゃあ2021年の振り返りはそのぐらいにして、いや、本当はもっといっぱい言いたことあるよね。お父さんがさ、ハスク、オンラインの講習会やってるの知ってる？あ、結構大変なんだよ。本当は2泊3日でキャンプの資格取っちゃった方が楽なのに、俺なんかわざわざオンラインの講習会で8回でやってるんだよ。8回。すごくね、8回。大変だよね。ほら、食べる？じゃあ。8回やるっていうことはさ、1回のさ、講習のつくのにね、準備にね、半日以上かかるわけ。ってことはさ、半日が8回ってことは、丸々4日分以上ですよ。ね。講習を作るのに時間かけてはい、いいよ、いや、見てごらん、うん、好きだのね、お父さんの。ん？食べないの？じゃあ俺食べちゃうよ。君よ。うわ、怖っ。口閉じて噛みなさい。なんかね、それマナー違反だよね。でもヤギはね、口開けて噛んでてもなんか咀嚼音がね、下品じゃないんだよね。ね、なんか犬がさ、ビッタブル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 の言ったり垂らしながらさ、ブル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 食べ、あれに比べたらヤギの子綺麗だよね。お前たち落ちたもん食べないしね。うん。じゃあそういうわけでさ、来年どうする？俺は来年も楽しくキャンプやれればいいかな。あと考えてるのは、キャンプ場をもっと多くの人が使えるように、一般のお客さんが使えるようにして用意するとかね。例えば技術がちょっと心配な人とか、装備が心配な人でもうちのキャンプ場なら大丈夫。なんでさ、話聞かないでさ、紙食べてるんですか？ヤギだからなんだけど、聞いてる？そしたらさ、お客さん来るようになったらさ、お前たちずっと、少なくともお前だけはずっと小屋の中だよ。他の子はいい子だからいいじゃん。お前言うこと聞けないからさ、すぐさ、お客さんにガスガスってやるでしょ。分かってる？じゃあ食べる？ほら、ここだよ。おー、かおいしい？うん。お前、じゃあおちびちゃんもほら、おちびちゃんが食べるとこ、ほら、あ、映ってるよ。全国の皆さん映ってる。ちょっとおちびちゃん、この子はね、まだね、名前つけてないんです。なんでかって言ったら、まだね、人に追いずりするかもしれないから名前つけてない。すごく可愛いの。うん。あ、ちゃんとマスク映ってんじゃん。じゃあさ、今年のトピックとしてはさ、お父さんのヒゲどう？ヒゲ。似合う？これはさ、一回伸ばしてみようと思ったんだけどさ、これ伸びたらどうなんだろうね、こっから先。ね。これ以上伸びたら何をすればいいんだか、俺はさっぱりわからないまんま、ヒゲを伸ばして、あともみあげ伸びてるから、尾崎清彦になっちゃうんじゃないかなっていうのが心配でしょ？もみあげといえば尾崎清彦だから、俺は本当はだって、郷ひろみになりたいのに尾崎清彦じゃ全然方向性違うじゃん。そうでしょ？もうスマップはいいかなと思って。スマップ、あら、見つけたの？スマップに入ろうかなと思ったけど、なんかもうメンバー募集してないからもう入らないことにしたの。だからこのままじゃ尾崎清彦だ。参ったな。ハスクもそう思う？ね。じゃあさ、みんなでさ、外出て、運動する？チップス食べるぞ、よーい、ドンする？いっ
ねえ、ちょっとおかしいでしょその態度。なんでそんな暴れてんの、おかしくない？なんで感謝とかさ、礼節の気持ちはないの？感謝、お前震えてるね。あ、お父さんとかあったかくて気持ちいいよね。感謝、節度ないか、ヤギだもんな。感謝も節度もないってさ。じゃあお前待ってる？お父さんね、みんなとスポーツしてくるよ。ヤギはスポーツって考えたことないでしょ。スポーツ考えることはスポーツね、だって毎日スポーツだもんね。毎日重労働、大変だよね、お前たちの方は。俺たちは車乗ったりなんかして、いたたたた、何やってんの、車乗ったりなんかしてるけど、お前たちはずっと歩いてばっかり。じゃあさ、今おちびちゃん下ろすか。いいよいいよいいよ、お前足痛いから、ね、俺がやってあげる。はい、よいしょ、よし、じゃあチップス食べるぞ。用意のしに行こうぜ。よし、見てろよ、チップス食べるぞ。用意のするぞ。さあハスクも行く？じゃあ出て。はい、じゃあ参加するヤギは集合してください。はい、チップス食べるぞ。用意のの時間です。1回戦いきます。1回戦、わかるでしょ、1回戦って。1回戦っていうのは1回目ってこと。はい、ハスク、チップス食べる人、チップス食べる人、ちょっとちょっと、はい、こっちだよ。チップス、おい、みんな集合だ、おいで。はい、みんな集合してください。じゃあチップス、2021年最後のチップス食べるぞ用意のやります。はい、参加するヤギはこっちへ並んでください。はい、並んでください。いきます、チップス食べるぞ、用意ドン、こちら。よし、1番どれだ、1番、はい、1番小柄ちゃんだ。チップス食べるぞ、よーいドン、こっちだ。1番誰だ、あ、ちーちゃんだ。はい、おめでとう。3回戦やりたい人、ちょっと3回戦やりたい人、待って、今映ってるんだこれ。はい、3回戦やりたい人、いたたたたたたちゃんと、いたたたたた、痛い、お前痛いよ、痛いじゃないか。ちょっと待って、もう一回やるのし、はい、だって映ってないから。場所変えましょう。じゃあね、ここの方が取りやすいからね。ちょっと待って、まだよ。あらららら、乗っちゃダメですよ、それ乗っちゃダメだよ。何やってんのお前。はい、はい、チップス食べるぞ、よーい、痛い、よーい、ドン。はい、1番誰だ、よーい、ドン、こっちだ、こう思ってこっちだ。はい、ちーちゃん1番だったね、ちーちゃん1番、こっちはこぼれちゃうんだけど、はあ、楽しかった、楽しかった痛いよ、ちょっと待って、スチール、おいで。あー、そこ乗っちゃう。あー、カメラは、カメラは、これ見てこれ、すごくね、なんで大興奮、みんな大興奮だ。行って。見てよ、これ。すごいでしょ、これ。すごく痛いよ、痛いよ。おかしい、ほら。ほら、痛いよ。おかしいでしょ、ね。服がドロドロになっちゃいます。お前、怪我だからいいけど、俺服なんだよ。で、わかった、わかった。じゃあ、特別に、やってあげよう。ね、はい、行くぞ、よーいドン。はい、ここ、はい、ハスクでした。はい、ポカリちゃんおいで、早くおいで、キータンでした。はい、スチールおいで、スチール、ほら、お年玉だよ、これがお年玉ね。
安上がり、ヤギのお年玉安上がり、人間のお年玉は不労所得、ヤギのお年玉はご褒美、人間のお年玉は不労所得ね、投資信託に預けましょう。あ、ちょっとあいたースチール、おいで、ほらスチール、ほらスチール、もうなんかさ、こうやってすっごい、もう我先に我先に、え、ちょっとほかるちゃん押しすぎだよ、もうね、みんな我先にですよ、もう大変。はいはい、ここでした、ここにあります。さあ、ちいちゃんよかったね、ちいちゃんおいで。はい、ちょっと乗らないでよ、ね、ここの台もう全然、ほら、はい、はい、じゃあ、はずか、はい、もう全然見えない、はい、スチール取られてやんで、ハスクはスチールの頭の良さがね、あの子ね、スチール、ちょっと、もうバカなほど、ここで可愛いって言うけど、バカにも程がある。行っただ、行った、待って、じゃあスチールにあげてこい、ほら、スチール、ほら、よっしゃ、ほら、大変だよ、食われちゃう、スチール、ほら、ほら、ひどいでしょ、ああやってスチールが食べようとするといじめんの。もう一回見せようか、スチール、おいで、あ、スチール、じゃあさ、この遊び終わりにしようよ。ね。もうお年玉終わりだよ。わかるでしょ？はい。ね、楽しかったでしょ？十分楽しめたね。十分楽しめた。あー、今日楽しかったなー。ほいー。さあ。ちょっと。じゃあそんなことでね、ヤギと年末を過ごしてます。本当に平和な動物です、はあ、なあ、他の動物食べるわけでも、ちょっと待って待って、おかしいだろっつーのねえ、そういうの泥棒じゃん、それ泥棒、泥棒っていうのは猫がやるもんであってヤギがやるもんじゃありません。猫泥棒でしょ、泥棒猫って言うじゃない、ヤギはそういうことしません、わかる、だからお前たちは山の羊って言われるんだよ。ちょっとそれ違うじゃん。ね、山の羊っていうことで、羊じゃねえんだよ。羊ほどの有用性ってわかる？必要役に立たないけど、のが君たちですよ。あ、やばい、バッテリーがねえ。なんでお前キョトンとしてんの？ん？見える？自分が映ってるの見える？ここで？俺のポケットの中に入ってるの分かってるから探してんの。ほら、うわー、意地きたね、ポケットで顔突っ込んで、ね、それは猫のやること。あ、袋ごと閉じられちゃったよ、ちょっと、もうバカだな、もう散らばしちゃって、袋ごと散らばしちゃった、もう全然まとまりがない2021年の終わりですよ。ほら、散らばったチップスをヤギが食べ放題です。やれやれ。じゃあもうこれで終わりだよ。じゃあな、みんな。さよなら2021年。じゃあせめて袋は回収しよう。ああ、回収したいの。あ、ちょっと意地悪だ。回収したい。ちょっと邪魔しないで。他のヤギの。じゃあもうおちびちゃんと俺遊んでくる。ね、お前たちこう、そういうことするからさ、スチールおいで。じゃあスチールだけおいで。ね、ほらスチール、あの子はね、頭いいからじっと我慢してんの。ほら、じっと我慢してこっそり呼ぶとやってくんの。ヤギってね、すごい個性があるんですよ。やれやれ。で、今日は雪降っちゃったから、ヤギの水も凍っちゃうんでね、外に出してます。で、怪我しているこの子だけ、あれ、おちびっちょ、おいでっちょ、いるよ、いるいる、お父さんいるよ、ほら、この子、俺と無理しないで、足痛いからね、
はい、よいしょ。さあ、そんなことで皆さん2021年もありがとうございました。ヤギと一緒に2021年を締めくくるという、微妙な動画になっております。あ、でもね、あんまり人が見るとは思ってないから、どの動画も、なかなかね、キャンプグッズの紹介なんかやってたらいろいろとウィークポイントも、グッドなところもいろいろ言いたいことあるし、それよりも道具を使う手前だとか、道具を使ったその向こうとかね、そういうところを安全により確かになるといいなと思ってやってますね。あ、スチールやっときたね。待って、スチールの分あるからね。あ、じゃあそういうことでまた来年お会いしましょう。で、多分これ編集したら来年しか見てもらえないんだけど、で、今年もよろしく、楽しんでまいりましょう。ありがとうございます。あれ、よし、じゃあスチールのチップ取りに。お前ってさ、そこにいない方がいいよ。わかるでしょ。ほら、ちゃんと俺はね、新しいチップス用意してますから大丈夫です。みんな平等にチップスがあります。よし、ほら、おいで。そこ乗らないで、こっちおいで。ほらほら、スチール良かったね、食べられる。この子がね、スチールですよ。結構ね、子供たちにはね、人気あるの。賢いから。賢いんだよね、お前が一番賢いんだよね。はい、あげるよ。チビちゃんおいで。はい、チビちゃん、はい、はい、じゃあ今日はこのぐらいです。よっしゃ、じゃああとはお墓のあれやって、コーヒー入れて、今日はお開きです。